牛脂をフライパンに塗ってこんなもんかな。カレーを作ろうと思ってます。肉を焼いて、一人暮らししてるとさ、カレー作るってあんまりないんですよね。レトルトがあるから。お、いい感じになってきたところで、これを一旦揚げておきます。鍋を準備して、こっちにも牛脂、さっきの残りですね、これを溶かしていって、で切って冷凍しといた玉ねぎ、全然ジューって言ってこない。ホーローの鍋はね、なかなか温まんないんですよ。なので炒めるのは諦めて、あらかじめ切っといたじゃがいも、それから人参、普段自分が作ってる肉じゃがと肉以外は完全に同じです。水を入れます。カレールーのパッケージに書いてあった作り方に750ミリって書いてあったんで、あれだとちょっと少ないんで、もう少し水を入れます。これでしばらくグツ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 とやってから、アクを取って、うまく取れない、はい、蓋をします。20分ぐらい経つとこんな感じ。いいんじゃないですか。じゃあここで一回止めて、一番最初に焼いたっていうか炒めた肉、それと、ここからカレールーを入れるわけですよね。一回かき混ぜて、はい、入れていきましょう。お、カレーっぽくなった。
さあ、ある程度かき混ぜたところで、ここにこの前作ったチョコレートを入れると。隠し味ってやつですね。これで10分ぐらいかき混ぜてるととろみがついてくるので、そうしたら出来上がりということなんですが、いつまでたってもとろみが出てこない。水が多かったかな、750じゃなくて850入れちゃったのかもしれないんですよね。ほら、サラッサラだ。まあそういうカレーだと思うことにしようか。具の少ないスープカレーみたいな。いやでもうまかったですよ。ついでに、さっき肉を焼いたフライパンをそのまんま使って残ったじゃがいもを炒めるよ。1ミリから2ミリぐらいにスライスしてます。これで1個分ですね。色が変わるまでひたすら炒めていきます。振ってみたりして、あんまひっくり返ってないけどね。なんとなくいい色になってきたかなと思ったところで、はい、こちら万能スパイス。俺は今クロセのスパイスっていうのを使ってるんですけど、まあ、スーパーで売ってたんでね。これホリニシとかバカマブシとか結構キャンプとかでよく使うような万能スパイスたくさん出てますよね。これね、1個で味決まるから楽でいいんだ。はい、という感じで、なんとなくいい色になったんじゃない？IH のスイッチを切りました。これを皿に盛り付けたら出来上がり。結構飯にも合いますよ。ご視聴ありがとうございました。